最後に母ちゃんと話をしたのは、木枯らし吹き荒れる2月半ばの寒い夜、小さな母ちゃんが日々割れた手で背中丸め寒い中、俺に酒こうてきてくれた。そんな優しい母ちゃんが風邪をひくなと寝る前に安価を入れてくれたのに、口を閉じて冷たくなったのは、粉雪ちらつく夜明け前だった。思えば母ちゃんに幼い頃だった。煮物ばかりじゃ嫌だ、食わねえと困らせた。あくる日母ちゃんは文句も言わずに、俺のわがままを大きな心で受け止めた。そんな優しい母ちゃんが初めて作ったライスカレー、嬉しさ隠しておかわりをした。母ちゃんありがとう。言葉に出せないけれど、心の中で感謝を言って黙って食べていた。最後の夜は俺の手で薄化粧させてくれ、いつも母ちゃんに苦労かけてきたのに、最後の紅をつけた時、優しい笑みを浮かべてた。明日には旅立つ母ちゃんの
そばに今夜はいたいのさ母ちゃん聞こえるかい最後のわがままを俺と母ちゃんの思い出話をいっぱいいっぱい話すから聞いてくれ。のんびり暮らしてな。めちゃくちゃですよね。最高じゃん。あ、よかったですか。